からかなり長い間駅に立ち続けて、毎日のように駅に立って立ち続けて、すごい長い期間だったけど、今思えばあっという間だなと思っています。初めて駅に立った時は自分のチラシも持っていなくて、名刺さえ持ってなくて、ただ駅に立って挨拶をするだけでした。そんな私の姿を見て、不思議そうな顔をする空港にいた人たちの反応が今でも思い出せます。すごいアウェーだなと思って、私この時こうやって毎日駅に立ち続けられるかなと、すごい不安に思ったことを思い出しています。だけど今コツ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 駅に立っていくうちに、毎日毎日いろんな人と出会って、いろんな人の話を聞いて、いろんな人と顔見知りになって、今となっては今に立っていると、今日ゆきちゃん頑張ってるねと声をかけてくれる人がいたり、この辺もあったよね声をかけてくれる人がいたり、さあその前おばあちゃんの話ってずっと聞いてたよね、優しい子だねと声をかけてくれる人がいたり、いろいろあったけど、大変なこともあったけど、見てくれてる人もいるんだなと、こうやって一人一人と戦っていくことができるんだなと身をもって知った。私はこの渋谷区に住んでいる人、訪れる人、みんなの人生や未来を豊かにしたり安心できるものにしたいという思いがあります。だからこそ私は普段いる人も、お散歩中のワンちゃんとも、子供たちとも、海外から来る人とも、いつも平等にコミュニケーションをとってきました。ですがこの仕事が始まって、今まで立っていなかった議員さんたちが立ち立つようになって、私が見た光景は有権者らしき人たちだけに配るのに一生懸命で、目の前を通り過ぎる子供たちを全く見ていないような、そんな議員さんたちを見て、この人たちは一体どこを見て、どんな未来を想像して政治をしてきたのだろうかと悲しい気持ちになりました。最初は
か、それについていきたいと思う一人一人の声があれば、政治に参加できるようなそんな社会を作りたいとか、今こうして戦ってきました。傷つくこともたくさん言われました。たくさん歩いて歩いて、体のあちこちも痛めたし、今こうして声を張り上げているけれど、それでも頑張って今こうして私が頑張ってこれたのは、私も頑張ってるね、頑張ってると声をかけてくれた渋谷区民の一人一人の皆さん、そしてこれまで私をずっと応援して支えてきてくれた仲間やファンの方や家族のおかげです。こうやって長い間一緒に戦ってきてくれたので、そんな仲間から私のことをよく知ってくれて、政治家でもないアイドルでもない人間としての私をよく知ってくれている仲間に応援演説を頼みました。ではまずは高校の時からのバスケ部の仲間の広志君から。実はこの彼は大阪で働いているんですが、私を手伝うためによく東京まで来てくれて、手を貸してくれたり、時にはたくさん動いてくれたり、たくさん手を貸してくれました。じゃあ宮城くん、どうぞ。
渋谷区民一人一人の皆様の声を聞きながら、素晴らしい政策を、素晴らしい渋谷区を作っていってくれるんじゃないかと心から思える人です。僕自身はあまりその干渉的なことを言うのは好きではないタイプなんですけども、まあ、本当に1週間彼女を見て、この人ならこんな政治家がいたら渋谷区は良くなるかもしれない、日本は良くなるかもしれないと思ったので、政治家が演説という形で引き受けさせていただきました。まあ、一緒に戦ってきた人間として本当に彼女は素晴らしい政治家になるというふうに思っています。皆さんの思いに寄り添える素晴らしいリーダーだと思います。だからこそ皆さんの一票をどうか橋本ひびに明日はよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。マケヘさん、ありがとうございます。それでは最後にこのチームのリーダーで私が政治で実現したいと思う世界を一緒に考えてくれたりとか、一緒に社会問題を語ったりとかする仲間でになった高校時代からの友人で、このチームのリーダーの安井くん、お願いします。現実があります。
心苦しいけれど、そうしないとみんなに見てももらえない。それが今の政治です。私はもっと当たり前の、もっと身近な政治の姿を実現したいです。ありがとうございます。温かいご声援ありがとうございます。私には夢があります。どんな人でも、どんな明日が待っていたとしても、明日どんな風になっちゃったとしても、諦めずになりたいことを挑戦できる、楽しいことがあってワクワクできる、明日も頑張ろうと思える、誰だってそう思える、そんな社会を作るのが夢です。今の政治は遠い遠いところにあるけれど、本当に身近で、ただ一人一人の声に寄り添って一番いいと思うものを決めて提案して実現していく、そんな単純な身近な政治の姿を取り戻して、偉い先生になるんじゃなくて、いつでもゆきちゃんと声をかけてもらえる、日本一親しみやすい政治家に私がなって、そんな政治家がたくさん生まれて、新しい当たり前の政治が実現して、みんなが現実に希望を持てるようになって、そんな綺麗事かもしれないけれど、諦めずに本当にそんな世界を作っていきたいと思っています。政治というのは私たちにとって一番身近な政治です。一番変わった時に変わったなと思える政治です。だから私はここから挑戦したい。ここから変えて、渋谷区の34議席のうちの1つになって、34分の1になって、渋谷区を変えていきたい。渋谷区から新しい政治の姿を取り戻して、そこから日本中に広がるような、渋谷区すごいねと思ってもらえるような、そんな大きな一歩を、橋本由紀の体は小さいけれど大きな一歩と大きな勇気と大きな決断を踏み出していきたいです。これまで9年間アイドルとして活動してきました。華やかな世界ではありませんでした。学業と両立する中で、血を流し、涙を流し、汗を流し、一人一人のファンの人に寄り添って、声を聞いて、どうしたら喜んでもらえるかな、どうしたらその人が明日も頑張ろうと思ってもらえるかな、どうしたら感動してくれるかなと、一人一人に寄り添って考え続ける毎日はこれからも変わりません。約束します。これからも私は全身全霊でみんなの声を聞いて、目を取って、目を見て話をして、どうしたらその人の人生が豊かになるかな、どうしたらワクワクするかな、どうしたら感動するかな、どうしたら明日も頑張ろうと思ってもらえるかな、そのために全力を尽くすと、いつまでもそばにいてゆきちゃんと話しかけられ続ける政治家でいると誓います。これから新しい時代が来ます。私が生まれ育った平成という時代が終わり、新しい元号になり、これから先どんな未来が待っているかも分かりません。これからの未来を作っていくのは、これからの子供たちを育てて、これから上の世代の人たちを支えて、新しい時代を作ってリードしていくのは私たちの世代です。私の周りのほとんどの人は選挙にも行かないけれど、今一度真面目に考えて新しい時代を作っていくんだと、これからの未来を私たちが作っていくことができるんだと、どうかこんな世界になったらいいな、こんな未来になったらいいなと想像をして、その未来に向かって選挙に元気を投じていただきたいです。橋本由紀じゃなくてもいいです。選挙に行って、自分はこんな未来に投資をしたい、こんな未来を信じたいんだと
今こうして26歳の橋本由紀がここに立っている意味があったと思います。私には本当に何の後ろ盾もありません。本当に一人一人の私を応援してくれるという気持ちだけが全てです。選挙に行っても何も変わらないんじゃないんです。一票では何も変えられないんじゃないんです。やり